ス、三船テラス、増田農園、山崎果樹園、株式会社ロッケン、株式会社通報、宇都ロータリークラブ、長浜運輸株式会社、有限会社斉藤産業、有限会社大原商店、合名会社こそべ餅本舗、大田漁業協同組合、住吉漁業協同組合、榊餅屋、バーグリンゴ、ヤングサロン小場部屋、寿司割烹門内、道の駅ウトマリーナおこし機関、食品空間マサウマ、トヨタレンタリース熊本、株式会社中村、株式会社丸屋、投資会社白木食品、以上の皆様です。ご理解ご協力ありがとうございます。終わった。誰でもいい食べて終わった。あ、もう暑かばーい。おーい、でも最後結構ね、人で多かったよね。俺が数えたばっかりでは大体3万8000人ぐらいおったけど。おったよね。おったよね。おった。はい、3万8000人いたと思う人。手を挙げてるのは20人。おかしい。おかしいね。はい、皆さん、あの飲食の方触れました？あ、すごい大きな一人声、一人声になってた。なんでだろう。飲食の方、触れましたか？あ、ごめんなさい。ひどい。邪魔だわ。ひどいわ。あ、邪魔だわ。お前そのなんか目白のやつはどうした？ですね。エンディングなんですが、午後3時と言っちゃったんですけども、午後3時30分なんです。そんなに俺の時間があると？3時30分からお前今から俺一人で30分は無理ぞ、みちこ。どうぞ。どうぞじゃないか、お前。どうぞ。なんでやって。ねえねえ、秀樹やって。え、秀樹。もう少しこう寄せて、お前の世代はちょっと前、一昔前すぎてちょっと分かんないよな。みんな分かると思うよ。いや、じゃあ何、チョコレートプラネットとかやってくれるの？チョコレートプラネットやってIKKOさんとかやるの？いや、どんだけ。もう全然面白くないじゃん。全然面白くないじゃん。誰かのモノマネじゃ面白くないじゃん。そういうんじゃないだろ、俺とお前は。そうでもない。あんただってこうやって食べるの何年ぶりよ。もういいよ、話さないで。嫌だ。信じられない。みんなちょっと見ない間に金髪になってるわ、あの子。もうみんな、前回俺があった時いいの、熊本の方、これで熊本の方、鬼滅の刃のような髪型だったのに、これでいいの、これでいいの。あなたたちには聞いてない。なんでや。あなたたちには聞いてない。誰の言葉さして言っとや。あそこら辺の人たちはこの人のグルだから。あの人たちはね、グルだね。じゃあ、あのグルだから、あれに聞いてみよう。盛り上げタイガーのファンの方おらんじゃんやよ。いるの？いるの？盛り上げタイガーのファンの方、やめてあげて。ほら、手を挙げてよ。盛り上げタイガーのファン、あなたたちはこの人たちのグル。盛り上げタイガーのファンの方にお聞きしますけど、盛り上げタイガーは一回でも盛り上げたことがあるんですか？あなたのファン特殊な方が多いんだから。じゃあ誰のファンにしようかな。すごいわ、あなたのファンの方。じゃあコウタのファンの方だってね、皆さん、おらんじゃにゃんや。信じられない、菊池くんのファンの方ってね、菊池くんのこの
これがプリントされた菊池くんぐらいあるでっかい抱き枕電車で持って帰るのよ。そう、ええー、って何よ、どっか触れちゃってるんだと思うのよ。お前今ええー、本音を出すな本音を目の前にええー、ってどういうことや。ありえない。そいつらはね、その抱き枕を抱えて、地下鉄に乗ったりバスに乗ったりする様を写真を撮って SNS に上げるのよ。ねえ菊池くんって地下鉄知ってんの。地下鉄に俺東京行った時びっくりしたもんね。だったら菊池くんにはところには電車ないじゃん。はい、菊池市にはですね、まず海と駅とイオンとエスカレーターがございません。薬局しかありません。コスモスですか。コスモスのことですか。色違いの薬局しかありません。コスモスが4軒ありますけど、そのことですか。あとは何もありません。地下鉄を掘ると温泉出ちゃうんで。温泉が出るから。地下鉄って何ですか。地下鉄エスカレーターってイオンって何ですか。何にもないもん。ほらあるわ。もう菊池の話聞きたくなってみんな帰っちゃう。ちなみに Wi-Fi も飛んでませんでしょうね。飛んでるわでしょう、ね、ふざけんなよお前。相変わらずなんかこうガリガリガリってやつなんでしょ。ラジオは AM しか入りません。何なんかどっか通さないと電話できないんでしょ。そうそうそう、すいません、ね、はい、あの4丁目の田中さんお願いします。あ、田中さんっていう。お前、なんて思っとくやんお前、うちの町にも iPhone があっとぞ。で、バスとか通ってんの。バスはね、手上げて止まらんの。さあ、きっとね、知らんの。田舎はね、バスはね、手上げたら止まらんし。ねえ、菊池くん、あのタオル買ってくれない。あのタオルがね、人気がないのよあ、あれを、はい、じゃあ、ミッチー、ほら、あれもらって。菊池くんが持ってよ。俺が持つの。でもね、菊池くん片手しか持てないんだ。そうなの。今ね、あのアダルト事情でブランブランしとってるよね。ね、もうなんか腐ってるごぼうなのよね。だからあのピンマイクかヘッドセットをやれって言うけど、シャンプリーハンドマイクをね、プッと差し込むのよ。腐ったごぼうは臭い。いや、もうそりゃそうでしょはい、このタオルを買った人。あ、意外といる。買った人だけがいいお客さん説いいですか、皆様がこのタオルを買わないと来年ここで開催がありません。いいですか。あ、何、なんか共同作業みたいでちょっと恥ずかしい。あ、もうお前、俺とお前仲違い中らしい。あ、もうおし、もう見えんたよ、そりゃすっと。もうお前視界がほら、あ、なんだか、なんだろう、見える。おいって、おいって、寒い。なんで俺が悪いとや。はい、このタオルはいくらですか。これいくらで売ってんの。はい、1500円。倍価が200円なのにしょうがないよ。ネットでは200円で売っているものをこの会場で1500円で売ってるわけ。すいません、赤字なんですよこのイベント。すいませんね、うん、お願いします。お願いしますよ皆さん、1枚買った人あと4枚買ってください。はい、そこにあの菊池くんサインしますんで。おお、ちょ雪中にさせろよ。菊池くんサインしますよ。だからもう2枚ずつ買ってね、グルの人たち。なんで俺がかかる。なんで俺がサインしてる。こっち側に菊池くんで、こっち側に雪中ちゃん書けばいいな。ならお前盛り上げ大会も書かせろよ俺だけ盛り上げタイガーでいじってんのに、あいつ全然こもんねアホお前が今一番光ってる瞬間ぞ盛り上げ全然聞こえない。全然聞こえない。あ、ジジイだもんね。しょうがないしょうがない。はい、菊池がサインするのでもう一枚ずつよろしくお願いします。サインはしませんなんで俺は。じゃあ菊池の汗をこうやってあげる。プロレスラーみたいにこうやって欲しいでしょ。あ、いらないです。おじさんの匂いがしますお前今全国のおじさんは全員敵に回したけどねおい、言っとくけどね、お前たち言っとくけど、おばさんって言ったら叩かれるけど、おじさんって言ったら叩かれる。お前らが叩かれろなんでおばさんは叩かれるのに、お前おじさんって言われたら叩かれるの。お前これおかしいじゃないよ。このポール今治さんなのね。は、今治さんなのよ。だから、聞け俺の話。だから1500円するのよ。今治さんのタオル、いいタオルだからね、あのお家でお子さんの体拭いたりするのにもいいかと思いますので。ネットで買うと300円よ。ぜひよろしくお願いします。え、よろしくお願いします。いや、もう本当にあとね70枚余ってるらしいね。100枚作ってあの明日の人たち
人の負担になっちゃうので今日の人は買ってください。明日はほらあの本店が赤いカレーが来るから あいつに買わせよう。カレーが触ったらみんな買ってくれるかな。えでもねもうね熊本ではそうでもないって言われちゃったんだけどどうしたらいいの。おい、まあ、ナイーブなことをここで言うな俺に。でもそこに君の名前が入ってきてるっていうのがちょっと私は信じられない。どういうことどういうことどういうこと。熊本で有名なのは熊本菊池だっていう。イエーイコロじゃなくて俺だってよ。ねえ絶対グルだよね。グルじゃないよ。答えたのグルの人だよね絶対ね。全然絶対グル。そして今頃やってくる盛り上げ隊が遅い。全てに遅い。気がついた今気がついちゃった。あれ何あれあれなんかあいつ面白いこと言うかな。やなあの真面目だからやめて。あの子ね真面目なの。あの子真面目なのよ。許してあげて。そうなの。そうあの子真面目なのよ。そう、うん、タイガー今日ステージあった。ありました真面目なステージを。宇佐さんごめんね3時半だったエンディング間違えちゃった。だからここでね時間潰してる。時間潰してるって言うな。一生懸命仕事してんだろ。誰が。俺がよ。あなたはただただ文句を言うだけじゃない。 お前ね俺明日今件あの2日分働けてから母ちゃんに言われたんだよ。なんで明日来ないの。えなんで明日来ないの。お前俺のプライベートお前手突っ込んでくんだよ。まあ、興味がなくなった一瞬で。すごい俺に興味がないのにプライベートを聞いてくるあの人。一瞬で興味がなくなった。なんで。もう帰る。ちょっと最近ちょっと最近あなた何やってんの。最近はね、ピクミン4やってんの。はピクミン4やってんの。ピクミン4はまだ熊本には来とらん。来とらん。まだ販売してない、ね、ピクミン2だよ。販売してないかしら。まだ2なんだ。そうよ。あじゃあ言わないでおく。ピクミン4を知ってる人。本当だいないよ。ほら盛り上げタイガーのファンくらいおらんよ。そう何ピクミンそうゲームゲームゲーム。それもなんかネットでつないでこうみんなでやれんの。違うよあやらない。は、うん、君とはやらない。俺はゲームはしきらんけん。テレビないしね。テレビおいおいプライベートは言うな。ゲームもないしね。テレプライベート言うな。電話もないしね。電話はお前俺 iPhone 持っとるぞ iPhone。 家もないでしょ。え何家もないでしょ。あのブルーシートかけてる。かわいそうに。おいブルーシート自分でこうかけて雨を避けてるんだよね。そうそうあのなんていうの倉庫にこうね。よかったらタオルおい、はい、よかったら。なんで俺が傷つくばっかりの時間じゃねえよ。よかったら買ってください。これだけ一生懸命お前おじさんとおばさんが喋ってんのにこっち来いよ。なんで遠巻きで見るとや。お前のキャラの写真はもう撮らん。おいごまめちゃたろうと写真なんか撮んな。そしてあの一つ気がついたんだけどブラブラこ、はい、ブラブラごぼうさんあそこでね、はい、ゆきなかちゃんがねぼんやり遊んでるの向こうで。お前がここでつなげよ。君のイベントだっちゅう話。お前がここで頑張れよ。どうぞどうぞって言ってなんでやってお前もう仕事終わったと思うとんな。もう明日だから気持ちは。そうね、うん、はいごまめ茶太郎やってきました。茶太郎ごまめ茶太郎です。ポケパンの、はい、ポケパンのキャラです。茶太郎です。茶太郎です。ごまめ茶太郎は眉毛が実はあります、ね、はい。ねえねえねえちょっとまばたきして。あすごいまばたき上手。まばたきしては。お前ね口が開いとってさ前ガネズンのヒャルボ。何今何てたの。口がずっと開いとってガネズンのポクッとヒャルボって言っとった。ガネズのポってやたらんの。違うお前表情も分からんとや。もう一回ずっと口ばねひゃー開けとくとガネズンのポクッとヒャルボって言っとった。ヒャルボガメズのヒャルンポ。それヒャルポガメズの。あ、一個も変反応したもんね。ねえ、ガメズのヒャルンポ。わかる人なに。全然ガメズのヒャルンポってなに。わかるだろ、熊本県民。信じられん。おい、雪永はよ、お前来いよ。そんなお前コガネムシが口の中にポプリ入ります。
どこで喋ってる？誰がどこで？ね、小金虫ってどこに出てきたの？ガネズン。え？ガネズン。ガネズン？ガネズン。ガネズン？うん、ガネズン。なんで小金虫がガネズンになるの？ガネズンばガネズンって言って誰がなんかあり？ヒョロンポンは？ヒョロンポンってないやん。ヒョロンポンって言ったよ。ガネズンがヒョロンポンって言ったよ。ずっと口ばキャーゲットとガネズンがヒョロンポンって言った。ポクッと。ガルズンがヒョロンポンってなる。ヒョロンポンって言うとなんだ。ポクッとヒョロンポンって言うけど。ポクッてヒョロンポン。ヒョロンポンって言わんだ。何のキャラクターや。口ばバーッケットとガネズンがヒョロンポン。だけ口ば閉じれて。ごまめ。ヒョロンポン。ガネズンのポンってヒョロンポンって言っとった俺は。ヒョロンポンタタタ。おい、これ田舎もんとやんかせ。マハラサンボ。で、菊池くんってタトトテテパって喋るよね。なんで？大体、大体がさ。お前、タタ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 タ。菊池くんって大体そんな感じだよね。全然そりゃ風によろし。ミチコ、タトトテテテテト。だってね、お前初めの頃はね、MC ミチコって言ったら、ミチコって言うなって言ったけど、大体慣れたもんですよ、もう言わんことになったもん。ヒョロポン。ヒョロポンってない。どういう意味や。ヒョロポンタタテ。いやいや、俺も優しい喋り方できるとかよ。言ってみて。ミチコ。皆さんこんにちはみたいなのは。皆さんこんにちは。みんなのアイドル、菊池くんです。今日は最愛のミチコのことを紹介したいと思います。ミチコ。タオル買ってください。タオル買ってください。だもう少しだ、なんかこうカバーし合おうよ。ねえ、なんで菊池が好きなの？あ、じゃあもうはっきりさせようぜ、うん、菊池くんと MC みちこどちらが好きなのか、ここでもう皆さんはっきりさせたいと思います。はい、いきますよ、はい、菊池くんより MC みちこの方が好きな人手挙げて。帰れ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 。はい、じゃあ菊池くんの方が好きだよっていう人手を挙げて、はい、書いてください。本当一人しかおらん。本当だね。本当のファン。やっぱりさ、やっぱり嘘だったじゃん。なんかよ、菊池くんが人気があるっていうの、やっぱりグルの人だったじゃん。言ってた。熊本県はやっぱり熊本と菊池くんねって言った人はやっぱグルの人だ。それ、そいつら B.O.B. B.O.B.バカお前バカボブ、バカお前バカボブ。何？え、今言ったじゃん。なんで？そういうそれ言ったのはボブだって言った。ボブなんか言っとらんわ。B.O.B. B.O.B. ボブ。どこの人？もうボブ。もうなんか漫才に戻る。そうだけやめよ。ボブ。漫才戻る。だけもうはいはい、タオルを買います皆さん。タオルは1500円です。お前、はよ買わんと2000円につけんねん。俺の力で。どんな力を、どんな力持ってんの？どんな力持ってんの？500円、あのキャッシュバック。誰に？俺に。なんで？お前、本場3500万円分買うけんねん。えとや、知らんけんねん、お前。平屋に住んでても2回感じちゃうよ。あんま受けんだったね。おい、みちこあんま受けんだったね。しょうがないよ、それは。しょうがないよね、うん、だって菊池だもん。うん、そうね、仕方がない。菊池だから、うん、よろしくお願いします。はい、じゃあ、あの皆様本部の方で売っておりますので。本部じゃないよ、雪永ちゃんのブースじゃないの？雪永のブースが本部だろ。本部で売ってんの？違う、雪永ちゃんのとこで。その隣、本部の隣の雪永ちゃんブースで売ってますだよね。ほら、はーちゃんそう言ってる。僕の名前はうとい雪永ちゃんです。こんにちは。最近4本ともどうしても深爪が治りません。白い靴下から赤い血がついて、すごいお母さんに怒られる。どうも雪永です。もうやめてって言ってる。ね、一回でいけ、そのお前兜取ってみ。兜取って曲げば見せてみ。マスコットは取れるよね。マスコットはね、マスコットで俺たちに向かってマスコットって言うな。あなたは違うでしょ、うんうん、あなたは岩みたいだ。岩、うん、あなた岩、うん、岩、うん、岩、うん、何なのそれ。
俺だってわからんわ。ひょろっぽいやめて。ちょっと雪永ちょっと喋ってみ。本当の声を聞かせてよ。雪永の本当の声をみんなに届けてよ。今日のイベントが成功だったのか失敗だったのか、ちょっとダンスで表現してよ。俺はいつもその状態でステージにいます。頑張ってください。そこから一人でダラダラしながら喋ってってわけです。これですごい人気が出るか出ないかが決まるからね。じゃあ、まあ、雪永じゃあ一緒にやるか。はい、3、2、1。はい、フルーティーフルーティーフルーティーファー、あなたの毎日にビタミンを、あなたの人生に見た。あ、クレジが見よる。ええよ、クレ。クレ、ええよ、来て。クレ、来ていいよ。あ、じゃあ何？クレは今日主催で呼んでくれた雪永のことは見捨てて離れていくわけね。本当は雪永と仲も良くなかったけれども、仕方がないからやってきたやっつけイベントだったということですか。そうじゃないよね。だったらステージに上がる。かわいそうに、はい、気に。じゃあはい、はい、お願いします。じゃあPA さん、短いバージョンをかかりますかね。何やるの。いやいや、同じやつ。同じやつを。え、ほら、みんな頭クエチョクエチョになってるよ。ミスミドこれ、わざわざね、生贄のように乗っけさせられちゃって。じゃあわっしょいじゃない、わっしょいじゃない方、わっしょいじゃない方、わっしょい、わっしょい、踊り方わからんから。早く出します、タブレット。はい、つなぎます。わっしょいじゃない。何やるの。はい、はいはいはい、じゃあ聞いててくださいね。はい、彼ら の, あのネタがありますからですね。はい、頑張ってください。これはもう一キャラいたような気がしますけど、あの売れないグリーンが。おい、カッパー、カッパー、あそこでね、今ね、なんかお前、お前友達がここで生贄になってるのに、お前は自分のグッズさえ売ればいいんですか。はいって言ってます。はいって言ってます。はいはい、来い。じゃあ行くよ。 OK、大丈夫ですか。とりあえず1回いきますね。はい、フルーティーファイブ。言ってみ。はい、そこでお写真撮らせてください。いやいや、ミッチーもう一回言ってみ。この曲のタイトル言ってみ。何？この曲のタイトル言ってみ。知らないよ。いや、言ってみ。フルーティーファイブ。これはフルーティーファイブ。ね、俺とミッチーだけだろ。言えばいいんだ。俺とミッチーだけだろ。そうだね、そうだね。盛り上げたいが上がってこいよ。盛り上げたいが上がってこいよ。エアギターでお前やってたよ。はい、ファイブ。いいよ。皆さん、ちょっと応援が足りないんじゃない。俺たちはお前たちの5倍アチートぞ。分かっとってよ、フルーティーファイブ。
あ、いいんじゃない、いいんじゃない、みちこ、これこれでいい感じ、これでいいんじゃない。じゃあ写真も撮らせてよ。はいはい、じゃあ全員で並んでお写真撮らせてください。神山草四郎も来てよかったぞ。ジョーも来ていいよ。ジョーも来てえぞ。ジョーも来て。お前は来れば来るだけこの三キャラが辛い思いをするけど。ジョーもフルーティーファイブ。わあ、言った。フルーティー、フルーティー、フルーティーファイブ。あなたの毎日に痛みを。フルーティー、フルーティーファイブ。そしてジョーは来ない。今日あそこで踊ってる。今日は来いや、お前こっち来いや、お前。ただち横で歌えとか言わない。はい。ファイ。あら。ジョー上がれる？今の曲ってフルーティーファイブじゃないですか？は？おい、早くキャラ来いや。これエンディングなるかな、これもうボタンかい。あなたは言うだけでやらない。俺あれダンサーじゃないし、やらない、しっかり。フルーティー、山城さん早く来い、山城さん、山城さん。菊池くんもさ歌った方がいいよ、フルーティーファイブ。え、フルーティー、フルーティーファイブ。おい、みちこ、いいじゃん、もうええよ、もうええよ。あ、山城さんおせえも食っとる。山城さんちょめちょめ塩気を教わってた。フルーティーファイブ。あ、誰や言うたと、誰や言うたと。おい、お前、俺たちお前たちの5倍8つ家にビタミンワーウワーウフルーティー、フルーティー、フルーティーファイブ。はい、フルーティー、はい、せーの、ファイブ。はい、ありがとうございました。はい、シャッターチャンスです。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、今の曲なんていう曲？え、今の曲なんていう曲？今の曲は春菜お姉さんなんていう曲だっけ？フルーティーファイブ。フルーティー、フルーティー、フルーティーファイブ。もうよかよ、もう絶対言うなよ、お前ら絶対言うなよ。じゃあ残りはエンディングですか。ほら盛り上げたいが大体ジジイなのに、もうほら命がつけかかっとるよ。もうエンディングいいんじゃね。そういうこと言うと伸びるからやめなさい。え、はい、雪流しありがとうね。皆さんお写真撮れました。まあ、こんなに疲れ果てて、ね、あのステージを去るキャラは見られませんよ。こんな絵はなかなかないわい。そして知ってるよ、木口くん、もう暑いからって日陰にいるでしょ。そう。絶対日向に行きたくない。ずるいね。だって日焼けしたらほら色落ちするじゃない。さあ、そろそろですね、エンディングになりますので、はい、そろそろエンディングなので、君君やるかんとまた言われるってお前たち、はい、キャラさんたち、そろそろねステージの方に戻ってきていただければと思います。間もなく、フルーティーファイブ、フルーティー、フルーティー、各場所で、各場所で、あなたみんな各場所で、それぞれの持ち場でいいよ。フルーティー、フルーティー、ファイブ。
の人生に刻み歌おい歌はなんていいイベントだ。はいフルーティーファイファイあの雪永ちゃんエンディングのためにあんたお着替えが必要だからね。早く着替えて絶対書くんだよ。もう誰も言わないから大丈夫もう言わないよ。もうよかよ本当だよね。なんかね同じ曲ばっかりだって。じゃあのだってほらあの元気印のコロー君がもうへばっとるもんだよだってあいつ午前中サポートで昼から来たくせにもうへばっとるもんだよ頑張ってるね。大野城君は変な髪型ねさああとそっち側でギュギュになってますけど、はいはい、あんたあんちゃんね、あんちゃんゆっくりね。あんたろうってあれがかかったら踊るんかなあちょっと待ってちょっと待って今の場所ではかけられない、はいはいはい、今の場所ではかけられない。あんたろうだけのためにかけてみようかなあちゃんじゃあ真ん中の方まで移動できたら、ね、いやいやみんなは休憩でいいけあんたろうがどうなるかを見てみたいでしょ。あちゃんもうちょっと真ん中の方で今日は喪服で喪服違うわ下紫色履いてるけど、はい、みんな休憩してていいけんね。あんたろうバージョンを見てみよう。ほう、はい、タイトルはフルーティーファイブ。動くなって言って、あんたろうお前が動けよ。お前のターンだ。他のキャラが頑張ってるのにお前なんで俺のこと好きに、あんなにみんな好きになっとるわ。最後ぐらいやるから最後ぐらい。あちょっと動いた。ファイもう全く動かんぞあんたろうはダメだこいつはダメだ。誰やもう言うな。もう盛り上げタイガーが頑張ったわ一人で。ああもうお前の iPad を外しといてくれ。うんうんじゃにゃん。皆さん、ステージの方に上がってきてください。どれだけかけてもあんたらは踊らんとだけ。はい、さあエンディング、この後エンディングになります。盛り上げたか最後にひどかったね。はい、ありがとうございます。みんな集まってきてくれました。いいですか、タッチ。はい、大丈夫ですか。うん、小林先生はもうとっとと帰った。さあ、みんな前とあと後ろにも並んでいただきます。後ろそれはね、エビフライだと思うよ小林先生じゃないと思う。これエビフライだ。これはね、エビフライ。これはエビフライ。みんなに見せてあげて。これエビフライさあ、皆さんの準備、前と後ろと。ねえ、なんで休んでんの。ねえねえ、なんで休んでんの。ねえ、なんで休んでんの。はい、前と後ろとで並んでください。大丈夫かな。さあ、これでみんなかな。あ、カラワン君たちはミキちゃんとかもそのままで大丈夫かな。あのお客さんの対応してるキャラさんたちは大丈夫かな。チャボもそこで大丈夫かな。はい、お客さんの前の方はしゃがんで、はい、前の方のお友達ね、後ろの方にも見えるようにしてあげていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、それではそろそろエンディングを始めていきたいと思いますので、大丈夫かな。あたろちゃんもそこで大丈夫。色紙もそこで大丈夫。
チキチキ、そうそうそう、前の方がいいかな。はい、ジャブを取れた？ジャブを通らせてあげてくださいね。大丈夫かな。はい、では、はい、そろそろ始めていきたいと思います。本日は新庁舎完成記念ご当地キャライングと冬の陣にお越しいただき誠にありがとうございます。初日、皆さんお楽しみいただけましたか？ありがとうございます。さあ、それではちょっと寂しいですけれどもね、これよりエンディングのお時間となります。エンディングに参加してくれたキャラの皆さん、本当にありがとうございます。それでは、ただいまより新庁舎完成記念ご当地キャラインウト冬の陣閉会式を行います。はじめに閉会宣言です。トン雪永シャンキャラバン隊の皆さん、よろしくお願いします。もう一度やり直します。閉会宣言、皆さんイベント1日目楽しんでいただけましたか？入ってないね。おいしいものは食べましたか？食べましたよ。イベント限定タオルは買いましたか？食べましたよ。ありがとうございます。これで1日目のプログラムも終わります。宇都の夜を楽しんでください。解散。はい、うとゆきながしゃんキャラバン隊の皆さん、ありがとうございました。それではフォトセッションを行いたいと思いますので、キャラのみんなぎゅっと集まって、はい、お写真撮らせてください。さてさて、ぎゅっと器具もうちょっとぎゅっと寄りましょうか。はい、でカラワン君も寄りましょう。で、ビバッチェ君も寄りましょう。で、サルドンとあんたの前、こっち側の前どうぞ。木口側はキャラさん大丈夫かな？前の方とかいらっしゃる？大丈夫？大丈夫ね。ここ空いてるね。ここ空いてるので、サンタもうちょっとこっち来るか。ごめんね。はい、で、ここほわこわこっち側、お顔見えるかな？あまくそく、髪あまくくんは顔見える？顔ちょこちらの方か、この辺くらいかな。そうすれば、で、さ、みんなお顔が見えるようにしてあげてください。どうでしょう、お顔見えます？スタッフの方々大丈夫ですか？大丈夫でしょうか？さあ、それではお写真撮らせていただきたいと思います。まずは正面からいきましょう。はい、ポーズ、5 4 3 2 1 0。それでは道路側の右側を向きます。はい、右側のお客様いきますよ。はい、ポーズ、5 4 3 2 1 0。それでは反対側のお客様です。いきましょう。はい、ポーズ、5 4 3 2 1 0。それでは、大変お客様申し訳ないんですが、スタッフの方々、お写真撮りたい方、前の方でお写真撮ってください。スタッフの方、せっかくなんでね、今日のイベント、皆さんのキャラさんたちのSNS で発信していただければと思います。ふにゃはちゃんと写真入るのよ。はい、じゃあスタッフ写真撮らせていただきたいと思います。ごめんなさいね、スタッフのお写真撮らさせてください。はい、スタッフ正面からお写真撮ってあげてくださいね。スタッフの方々、お写真真ん中から撮ってあげてください。お客様申し訳ありません。ではお写真撮りますよ。せーの、はい、ポーズ、
5 4 3 2 1。大丈夫かな。ゼロ、ありがとうございます。お客様ご協力ありがとうございました。クニャどうした。可愛いポーズで撮れたの。写真よかったよかった。さあ、それではとっても寂しいですけれども、これで皆様とはお別れになりますが、雪永ちゃん明日もあるのね。ぜひ皆さん明日も遊びに来ていただきたいと思います。明日18日も9時45分開場、そして10時から開会式となりますので、ぜひ皆さん明日も遊びに来ていただきたいと思います。本日のみのキャラさん、そして明日のみのキャラさんっていうのがねいますので、菊池はもう今日は帰ります。そして明日は来ません。よかったです。はい、ぜひぜひ皆さんで、ね、明日も違うキャラさんも遊びに来ますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。それではキャラのみんな、お客様にありがとうのご挨拶をしたいと思います。いきますよ、みんな気をつけ。今日一日ありがとうございました。メモリー、ありがとうございました。どうぞ気をつけてお帰りください。キャラのみんなも撤収です。はい、どうもありがとう。なお、この後ですが、ブースの終了は午後4時30分、そしてお客様がこの会場から午後4時45分までにはお退場いただきたいと思いますので、ご協力お願いいたします。この後午後4時30分までブースが開催しております。そして皆様、こちらの会場は午後4時45分で会場となりますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとう。みんな喜んでサポーターのワンワン、かわいいワンワンみんなもらってよかったね。じゃあまた明日も遊ぼう。コータは明日も来ます。ぜひ明日もみんなコータと遊んであげてください。はい、まあ、ステージ上でもね写真撮りたいよね、キャラさんたちね。大きな看板があるよ。今日のお友達、今日だけのお友達はねお写真撮ってていただきたいと思います。さあ、このあと午後4時30分でブースは終了とさせていただきます。午後4時30分でブースは終了とさせていただきます。お客様は午後4時45分になりますと、こちらの会場、退場、皆様退場となりますので、ご協力をお願いしたいと思います。午後4時45分までにはご退場をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。胸に気づけるきなら、あなたをつけてみたらごめん。違和感ボンバー食いすぎて、もりもりもり、よくなら起きてもいきなれた。あなたをつけてみたらごめん。Thank you.